ひんまり魔法学校の愉快な日常。魔法剣の授業での模擬戦、素晴らしかったですわ。うん、ナノーもオリバーもかっこよかった。くすぐったくござる。もとより拙者の脳といえば剣を振り回すことくらいゆえ。練り上げられたオリバーのラノフ流と渡り合うヤマツの剣技、ぜひ詳しく知りたいですわね。ねえ、どうやったらあんなに早く動けるの？ヤマツの剣の使い手はみんなあんなに早いの？早く動くことよりも無駄を省くことの方が重要と教わってござる。さすれば速さはおのずとついてくれた。そのあたりはこちらの流派と同じですわね。スタイルは大胆な攻めの剣風と見えましたが。戦場剣法ゆえ基本はそうでござるな。無論後を狙う技もきっちり叩き込まれてござるが。失礼、少し分かりにくかったですわね。つまり拙者の場合はズバーン。しかしこのズバーンより先にズバーンと行く手もあり、相手のズバーンの後にズバーンする手もあれば、相手からのズバーンの前にズバーンと行く手もあるのでござる。よっしゃ。お、コティ？難しいですわね、異文化交流というのは。